女総人です。今回はモーリーファンタジーさんに来ました。ゲームセンターの王をお呼びしました。どうぞ。夢の国へようこそ、ステップバイステップのダスクと元気です。ということで、今回はね、ステバイの2人でモーリーファンタジー遊んでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。メダルを購入していきましょう。1300円で500枚という感じですね。ゴー。約2000枚使うんで、追加で買っていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、ガンガンバリバリを。もう何百時間、何千時間やってやりました、やりました。プロなんで。プロなんで。はい、任せてください。プラチナじゃん。あのプラチナなんですか。なんでしゃくれてるんですか。ノリでやったのよ。企画としては、はい、カースト状態999から30体スタル落ちるまでやっていく。30体これ合計ですか。合計で1人30体は多分、ちょっと厳しいかもしれないです。2人だったらいけるかもしれないです。全然。じゃあ共同でステバチームと30体倒すまで終わるまで。いいですね。なりました。終われなかったら諦め回って。諦め回って。次か。あの1枚を次でいきます。じゃあいきますね、先生。はい、ポン。あ、それぐらい使った方が確実だと思います。あ、怖い怖い。もうこれぐらいなくなってるからね。ヒッ。あ、プロだ。けどさ、はい、一気に200枚ぐらい飛んでっちゃうよね。もう本当に連打したらそれがなくなっちゃうんで、3発ずつぐらいがいいですね。なるほど。20メートルの恐ろしさですね。トン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 。おお、優しい、優しいこの手。やっぱ柔らかくなるんですよ、僕らがいると。なるほどね。ソフトクリームぐらいになるんですよね。マッサージされてるわけ。そうなんですよ。20枚だけだもんね。 No No No。 僕がちょっとじゃあ多めにいきます。師匠いきます。5。よ、すげえ。しゃー、すげえ。落ちると分かってないとあれ連打できないよね。そうそうそう。120、120、120ぐらいいけちゃう。やばやば。外しながらいくね。お願いしますよ。いきます。うわ、やべえ。すごい、怖い。マジで怖い。でも今これマイナスでしょ。これがね、赤スカルになった時が怖い。なるほどね。そうですね、本当に全く落ちない時ありますね。あるよね。説明しよう。赤スカルとはハテナが赤くなって配当がアップして落ちにくくなることである。ノー。おっと先生、これはちょっとでも。おー、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 その時代でいけない。おっと、言って言って。ボーナス。あ、普通のやつだ。久々に聞いたみたいな、なんかリアクションやめてくださいよ。嬉しいじゃないですか。流れ変わったね。俺がじゃあいっぱい削って、サトジンさんがあるかな。はい、無駄にじゃないよ。オーケー。6体目。優しい。6体目ちょっと怖いな。でも100枚ながらってるよ、2人。そうだね。そろそろやばいね。来た来た来た。あ、はい、早い。来ました、来ました。はい、ボーナス。ボーナス。フリー。あ、これ俺が有利かも。落ちる。あ、サボちゃん。これでメダル。サボさん、でもこれ、スカル落ちるんですよ。はい、これだ。オーケー。あ、ちたね。あ、落ちちゃった。あ、終了。あ、でも僕行きます、僕行きます。はい。ゴー。ゴー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 。オーケー。いるこれだ。お願いします。おっと、急になりましたけども。これ怖いな。ピーチ、ピーチ。オッケー。2、2、5。10体目。逃げたぞ。ただちょっと怖いね、こっからね。あ、おお、優しい、優しい。11体目。これ嬉しい。僕が暇になってきた。任せて。まあ噂なんですけど、あの1の紐の、あ、紙のやつに、まあ、禁断とかプラチナ弾でやるとフリーが来やすいという。なるほど、ね、都市伝説がありますね。都市伝説お願いします。信じるか信じないかはあなた次第です。おい、優しい。オッケーオッケーオッケー。タスクがちょっとずつなんか戻ってきてるかな。いいですね。まあどっちも今ちょっと戻ってきてる。だって今んとこさ、スルーないもんね。そうですね、まあ、やっぱプラチナの恐ろしさですよね、これ。こんなに落ちるの。30体いけるかもしれないですね。13体今すぐ遊びに来ました。おお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 お
か。佐藤さん、やばい、佐藤新さん、あー、大丈夫、参ります、一緒に、で、うおー、ギリギリ、本当ね、佐藤新さん頑張って、何から危ねえ、急死に一生を得た。すぐ当たる、すぐ、これがガチ勝負です。10分しか経ってないです。どうします？で、おー、ちょっと待って、回復。ただ今のは OK です。今のは15台。待って、上田の追加してないから、追加してないから、今ワンちゃんちゃんと取れてなかったから、じゃあここら辺取ってた。元気、腕元気なんだか、カメラワーク、カメラワークが。ハーストずつやった結果、15体という結果でした。半分だったね。達人の力ちょっとなんか見せきれなかったな。あらまあ、なんかボーナスって言いに来ただけみたいな。いや、ちょっとボーナスも2回しか聞けなかったんで、すいません、2回だけですね、今回は。悲しいボーナス、ボーナス、はい、あのボーナスをもらって見てください。カムバック、あれ999枚、おかえり、あれ、ただいま、これでいけるよ、これでいける、これでいける。なんか、あれ最初999枚だけで行くのかなと思って、いやいや、行くまで、追加もあったんだね。なるほど、はい、第2ラウンドやっていきましょう。了解しました。残り15体、残り15体ですね、折り返し、早い早い早いです、大丈夫、16体目、しかも枚数多かったんだ、めっちゃ多かった。行きます。お、めっちゃ柔らかい、柔らかい、柔らかい、めちゃめちゃいい。俺の出番なさそうだこれ、佐藤仁さんだけで30体行きそうだよ。頑張るぞ、いけるいける。皆さん、あはボーナス、ボーナス、フリーの、はい、よし、フリー全部使おうって来たんだよ。さっきダスカフリー落ちなかったからね。あ、どっちも落ちるかな。おお、これでプラス18、これはどこで、これはどこで、何も落ちないさ、終了、あ、何も落ちないじゃん、やばい、初めてのスルーやー、ナイスナイスナイス、なんでやねん、ねえ、もう最初に終わるじゃないか。赤、あ、熱赤、熱赤、怖い怖い怖い、赤赤、これやばいやばい。ちなみにこの背景もプラチナ限定です。この背景プラチナ限定、そうなんですよ。いや、もうリファンタジーしか見れないこの背景は。あ、そうか、そういうこと、そういうことです。おやー、マックスマックス、最高アイスできた、調子いいね、もう余裕だね、これこれいけるね、ペダルも950万、これはちなみに10枚のついてくるんですよ。へ、じゃあゴー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 ゴおー、あ、あ、おー、早くない？早くない？今のすごい、今のすごい、めちゃめちゃ入れてる、しかもカンストしていく、すげーすげー、赤スカル優しい、おー、おー、おー、落ちます落ちます、強い強い、あった、あー、お願いします、赤、赤じゃないこれ、持ってってるよね。入ります。お、あ、そこだ。おお、早い。あ、こっちさ、あ、うま。優しい。あ、ここにちょっと。おっと、ボーナス。はい、ボーナス。取り放題。完璧の回収ですこれ。めちゃめちゃ、めちゃめちゃすごい。来ました来ました。おお、これ。27枚目。あと3体。3体。2人ともカンストして終わりたい。あ、そうですね。来ました。行きます。はい。ナイス、よく当てる、おー、よしよし、ワンチャンあるんじゃないですか、ワンチャンある、ワンチャンありますよ、ワンチャンある、ワンチャンある、うわー、もう一回同じぐらいの赤が来ればいいってことですね。早めに落とせれば、よしよしよし、ちょっと頑張り、2体頑張りたいと思います。おー、優しい、おっと、あー、全然あるよ、
リーチリーチ、俺ラストだ、次ね。ワン、ツー、スリー、お願いします。外中さん、マジかくれるんですね、僕に。いきます。おーさー、完成。よっしゃ、おめでとうございます。やりました。メダルの枚数は、サトチンさんはまだだいぶ完走していると思います。はい、完走です。カメラ反対にして、オッケー、完走。おめでとうございます。おめでとうございます。これいいのか、これいいのか、これ大丈夫これ。はい、それではメダルを預けていきましょう。メダルお預かり期限は60日、毎月20日と30日はファンタジーでメダル15枚プレゼントということで、ぜひね、ご来店の際、預け入れまたは払い出しで自動的にプレゼントされるので、みんなもらっていきましょう。預け入れしていきます。受賞番号を入れ、応答ボタンに入れ、タッチ。このまま取る。メダルを投入し、預けます。果たして何枚になったのか。イン、マストイン、オッケー。2160枚でしたね。素晴らしいメダルキーパーでした。こちらもやっていきましょう。 D ポイントカードとワンオンポイントカード、1日1回できるんで、みんなもね、やっていきましょう。スラッシュ、この前ね、普通にイチゴちゃん揃ったんで、いきますよ。そんなことはなかったですね。それでも1ポイントゲットすることができました。これね、500ポイント貯めればメダル500枚ともね、交換できるんで。さあ、 D ポイント、 D ポイント、いちごちゃんが、うん、ソロをアズということで。はい、最後にですね、こちらのアプリのキーンの紹介をしていきましょう。ボーリーファンタジー全店舗にキーンの鉱山が設置されています。大量キーンのゲットチャンスです。それでは僕もやっていきましょう。近くの金を全てゲットして、普通ならば86とか100前後もらえるんですよ。来てる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 、ゲットしましょう。おお、978g 金をゲットすることができました。集めた金はクリエイターグッズなどと交換できて、いろいろな抽選に参加できるので、ぜひぜひみんなもやってみてください。熱い戦いだったよね。頑張りましたね。スカル強かった。もう1回目でいけると思ったんですけどね。そうですね。ステバイの方でも僕とね、コラボ動画上がってるので、はい、動画概要欄からチェックしてみてください。お願いします。モーニングファンタジーの詳しい詳細も動画概要欄にありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。チェックしてください。お願いします。それではこの動画楽しんでくれてた、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、久しぶりですね。あ、これいいですね。